鉄道アイドル伊藤桃がふるさと野辺地町の魅力を紹介する。旅をするとその土地ならではの料理を食べるのが楽しみの一つですよね。野辺地町にもおすすめの郷土料理があるんです。青森県野辺地町は陸奥湾に面し、自然の恵みが豊富なところ。かつては北前船の港としてにぎわっていました。毎年秋に開催される郷土の味を楽しむ会、上方から伝えられ野辺地で育まれた料理を楽しめる人気のイベントです。ホタテの味噌貝焼きに茶がゆ、小かぶなど町に伝わる10種類の料理を味わえます。中でもおすすめなのがケーランという料理。こちらは超びっくりな味なんです。しょっぱいんですけど甘い、うん、そうそうそう、不思議な味ですね。だから初めて食べる人は何これと思うんだけども、食べてるうちにやみつきになります。うん、うん、ケーランは醤油味のだし汁にあんことくるみ入りの白玉が入っているんです。かつては卵の代わりとして食べられた精進料理でしたが、今では野辺地を代表する郷土料理。甘さとしょっぱさの絶妙なバランスをぜひ体感してください。野辺地町に関するお問い合わせはこちらまで。野辺地ならではの味とともにその風情も感じてほしいです。ぜひいらしてくださいね。